ちゃん、何言ってるの？ああ、小町か。おかえり。小町？小町じゃないよ。小町の孫だよ。だからまあ、孫町だよ。孫町だと？小町じゃないの？え？っていうか、小町の孫？どうしたの？そんな驚いて。なんか変だよ、おじいちゃん。おじいちゃん？そうそう、正確に言うと孫町は小町ばあちゃんの孫で、おじいちゃんはおじいちゃんじゃなくて本当はなんだっけ。まあ、なんでもいいや。なんでもよくないんだよな。おじいちゃん、孫町のこと忘れちゃったの？いや、言われてみればそうだった気もしてきたな。いや、そうだった気もしてきたの。そうに違いないのじゃ。なんで急に老人っぽい話し方に。老人じゃからの。ああ、そう。でもよかった。おじいちゃんが思い出してくれて、忘れられちゃったら孫町泣いちゃうとこだったよ。おお、それはすま。終わりの見えない介護の可能性に孫町号泣。そういうのリアルでなんかいろいろあれできついから、ほんと勘弁してほしいな。その言い草、これは間違いなく小町の孫じゃの。それより孫町や、飯はまだかの？おじいちゃん、ご飯なら先週食べたでしょ。できれば毎日食わせてほしいの。はいはい、それじゃあお話が終わったらご飯にしよう。ふむ、お話とな。うん、学校の課題でね、地域のお年寄りから昔の話を聞きましょうって。だからおじいちゃんの若い頃の話聞かせて。わしの若い頃か。わしが若い頃はの、そりゃブイブイ言わせてたもんじゃ。それがなんじゃ今の若者は。全くなっとらん、今の若いもんは。なぜ急に若者批判？老害じゃからの。自覚があるのが立ち悪いな。おじいちゃんは若者が嫌いなの？全然嫌いじゃないぞい。若者はわしのために年金を払ってくれるからの。理由が最低だな。それでも若者は全くなっとらん。わしが若い頃はそりゃもうブイブイ言わせたもんじゃよ。おじいちゃん、その話はもう聞いたよ。おじいちゃんはいつも同じ話ばっかりしてるけど、若い頃他に何もなかったの？辛辣。違うぞい、あれじゃぞい。おじいちゃんだから思い出すのに時間がかかるだけなんじゃ。そっか、なら孫町安心。じゃあ聞かせて、おじいちゃんの青春時代の話。ふむ、青春の。まあ、いろいろあったが、やはりわしの青春ラブコメは。ちゃん？ん？お兄ちゃん、なんで新年早々アニメの録画なんかうつろな目で見てるわけ？ああ、いや、人生についていろいろ考えていたんだが。あ、何考えてたのかは言わなくていいから。っていうか、とりあえず、明けましておめでとう、お兄ちゃん。今年もよろしくね。
めでとうさん。今年もよろしく。ってことで初詣行こう、お兄ちゃん。初詣だよ、初詣。神社にお参り行くやつ。いや、そりゃ知ってるが、正気か？この寒い中、あの人混みに混じって長い列作るのか？そうだよ。だって小町受験生だし、神頼みしとかないと。ふん、そういえばそうだったな。お兄ちゃん、自分で初詣行こうって小町に言ったくせに、小町それを励みに頑張って勉強してたんだよ。すまん、つい怠惰な時間に溺れてた。あ、分かってくれたならいいよ。それじゃさっさと支度していこう。けどな、あの手のイベントに危機として加わる人種はあれだぞ。大抵男女混合グループかカップルか子供連れた家族だぞ。嫌だな。いや、女の子だけのグループも男の子だけのグループも普通に来ると思うよ。ってことで行くよ、お兄ちゃん。ほら、グズグズしないの、お兄ちゃん。早く早く。あるんだよ。世界は夢と希望にあふれてるってことだね。あ、今の小町的にポイント高いかも。ひとひと、世界は欲望に満ちあふれてるんだって。地獄そのものじゃん。だからこそみんなお参りするんだよ。地獄に仏って言うじゃん。ここ神社だってな。まあ、人間なんて他人の自分の当てにならんからな。神を祈りたくもなるよな。夢も希望もないな。それ小町的にポイント低い。はぁ、小町受験より今年のお兄ちゃんの方が心配になってきたよ。そうか。俺は別に心配してない。俺のこと、小町のこと、特に小町のことは全然心配してない。他人の神の信じない。小町のことは信じてるんだ。お兄ちゃん、小町はお兄ちゃんのこと全く信じてないけど、ありがとう。信じて、お兄ちゃんの愛だけは信じて。願い事は口に出さなくてもいいんだぞ。聞かせてるんだよ。お兄ちゃんさっきからずっと嫌そうな顔してるんだもん。そうか。あのね、お兄ちゃん、小町は妹だから別に気にしないけど、他の人はそうじゃないからね。デートの時そういう雰囲気出したら即破局だよ。わかった？いや、そもそもデートとかしないし。わかった。はい、ごめんなさい。あら、よし。はあ、これだからお兄ちゃんは本当。小町ちゃん、出店とか寄ってく？いろいろあって楽しそうだぞ。
で、小町は何が欲しいんだ？リンゴ飴でしょ、綿飴でしょ、焼きそばでしょ、たこ焼きでしょ。いや、それ食いすぎだ。小町も悩んでるんだよね。どれも嫌だし。それじゃ、ユイガームさん、キキガヤ君、私はそろそろ失礼するわ。うん、またね、ユキノ。おう、またな。ええ、それじゃ。あ、じゃあ、キキタニ君、今年もよろしくね。おう。じゃ、俺も家に戻るわ。
疲れた。今年は元旦からアクティブに動きすぎたな。いきなりごめんね。もっと早くメールしようと思ったんだけど。別にいい。で、何と。返信早っ。明日さ、ユキノンのタンプレ買いに行かない？明後日ユキノンの誕生日なんだよ。二人でプレゼント渡してユキノンびっくりさせようよ。明日か。いや待てよ、明日は明日は家の用があった。ごめんなさい。申し訳ない。返信来ないな。もうちょっとちゃんと謝った方がいいかな。いや、でもなんかそれも言い訳臭いような。そっか。用事あるんじゃしょうがないね。なんか急にごめんね。申し訳ない。こちらは気にせずお買い物行ってください。そうするね。学校で渡したいから、ヒッキーも用意しておいてくれると嬉しいんだけど、どうかな？考えといてね。なんとかしよう。さすがにこれ以上気を使わせるのは心苦しい。用事は早く済ませる。明日昼からなら行ける。こんな感じでいかがでしょうか。本当に？やったー。じゃあ13時に千葉駅前とかで大丈夫かな。了解。なんかすまん。何買えばいいかわからんから手伝って。よかった。ヒッキーありがとう。選ぶのなら任せといて。私そういうの超得意だから。じゃあ明日よろしく。正月早々外出しまくってんな俺。ごめん、ちょっと遅くなっちゃった。おう。もしかして結構待ったりした？いや、まあ別に。そっか、ならよかった。
走ってきた甲斐があったよ。まあちょっと落ち着け。セールもセールみたいな。人多い。これじゃはぐれちゃうよ。猫好きだしな。これに決めちゃおっかな。いいんじゃないか。そういえばヒッキーはプレゼント何にするの？とかスマホのディスプレイから出る LED のだな。LED? まあなんだ、パソコンとかスマホとかをずっと使ってると目が疲れるだろ。うん。疲れ目を起こす光をカットして目を守るためのアイテムといえばいいか。目に優しい。うん、まあそれでいいです。ユキノンよくパソコン使うしね。いいんじゃないかな。これ絶対ユキノンに似合うよ。うん、そうか。お品物こちらになります。ありがとうございます。
まあそうだな。悪いな、なんかいろいろ聞いちゃって。全然。ああ、私もいろいろ見れて結構楽しかったし。そうか、楽しかったか。ヒッキーはあんまり楽しくなかった。いや、ブラブラすんのは嫌いじゃないんだが、さすがにこう混んでるかな。空いてる時ならそれなりに楽しむ。そっか、よかった。じゃあ今度は空いてる時に来ようね。いや、今度は。ほら、小町ちゃんの誕生日プレゼント買う時とか。え、ああ、はい。まあ、そう、そうね。空いてる時ならな。このフロアのどっかのお店で福袋とか売り始めたんじゃないかな。ほら、こういうの時間差で始めるお店あるし。そうか、それじゃあここも地獄の様子。どうする、帰る？帰らないから。とりあえず外出るかお茶するかしない？どっかカフェでも入って一息入れるか。混んでないところか。あるかな。なければ帰って。家なら金かからんしな。意外にエコで節約か。そんなこと言わずに一緒に探そうよ。混んでなさそうなことも心は。ここでいいか。わあ、なんか落ち着いた雰囲気。こういうお店詳しいんだ。なんか意外。まあな、人のいない場所なら任せろ。なんか悲しい自慢された。いや、ハヤトくんじゃん。あっち座る？そうだな。出ないんじゃないかな。
と思う。もしもし。あ、ゆきのちゃん、お姉ちゃんですよ。今から出てこれる？ティルは。はや。あれ？切っちゃっていいのかな？何？実はね、ひきがやくんと一緒にいるんだよ。まったくくだらない嘘。いい加減に。はい、ひきがや。もし、呆れた。どうしてあなたがそこにいるの？いや、たまたま出かけたらなんか捕まっちゃってたの。もういいわ。すぐ行くから姉さんに代わって。はい、ごめんなさい。ゆきのちゃん来る。あの、なんでユキノン呼び出したんですか？嫌そうでしたけど。ん？ああ、この後家族で食事に行く予定なんだけど、ユキノちゃんには断られちゃってね。でも、ひきがやくんたちがいるって言えば来ざるを得ないでしょ？囚われのお友達を助けに来るために。私たち人質だ。あれ、でもそうすると、ハヤト君は？ああ、昔から両親同士が親しくしているんだよ。新年の挨拶ついでに、みんなで食事でもって話になったんだ。俺はそれに付き合わされてるだけだよ。ほう。ま、そういうことで、私たちは親の挨拶回り待ちなわけ。挨拶回りって大変そうですね。ま、慣れたけどね。誕生日プレゼントか。私も久しぶりにあげようかな。はあ、あの、これってやっぱり俺たち人質ってことなんですかね。そうかもね。けど、自分の身代わりに囚われた友のために急いでくるなんて、なんだかいい話じゃない？そうすると邪智暴虐の王は一体誰なんでしょうね。お、さすが文学青年。邪智暴虐の王？走れメロスだよ。あれね、こう超走るやつ。二人とも来てたのね。なんていうか、ヒッキーと買い物してたら、なんか捕まっちゃって。買い物？そう。まあ、ユキノンも座って座って。姉が迷惑をかけて。ううん、全然。別に、どのみち暇だったからな。
そうだね。よくもまあ抜け抜けと、ほとんど騙し討ちで呼んだくせに。それにしては思ったより早い到着だったけど。それはそんなに引きがやくんとガハマちゃんが心配だった？そういうわけでは。まあ雪の下も用事があるから最初から来なかったんだろ。ええ、まあ。でもこうして来ちゃうんだ、雪乃ちゃんは。来ちゃったからには家族行事に参加するんだよね。それとも帰る？なあ春野さん、そろそろこの二人は解放してあげてもいいんじゃないかな。引きがやくんもガハマちゃんもせっかくだから一緒に行こうよ。姉さん、もういいでしょ。ま、雪乃ちゃんがそう言うならいいけど。じゃ、俺たち帰るわ。ええ、ヒッキー、あれ忘れてる。お、ああ。ユキノ、これプレゼント。ちょっと早いけど、明日お誕生日だからね、ヒッキー。ああ、おめでとうさん。ありがとう。さっき買ったばっかなんだけどさ。そうだったの。何ですか？別に。じゃあまた学校で改めてお祝いしようね。じゃまたな。ええ、また。なんだか雪の大変そうだね。こっちまで胃が痛くなったぞ。でもプレゼント渡せてよかったかな。そうだな。カリカリ持ってきてやるからな。もうダメだ、おしまいだ。お、どうしたんだお前。あ、お兄ちゃん。大丈夫かお前。ダメ。ダメか。大掃除しないと。ゴミちゃんを片付け。落ち着け小町、大掃除はもうだいぶ前に終わらせた。それにお兄ちゃんはそう簡単には片付かん。気長に構えとけ。あ
ち的には早く片付いてほしいんだけど。この受験失敗をきっかけに転落人生をたどるんだ。引ヶ谷さんのお子さんは二人揃って引きこもりらしいわよ。ふふふってご近所さんに笑われるんだ。きっとろくな人生歩まないんだ。いや、俺は引きこもりじゃないけど。とりあえずあれだ、コーヒー飲むか。飲む。まあコーヒーは入れるとして、あれだな、小町、何か食べたいものとかあるか。食べたいもの。ああ、疲れた時には甘いものがいいっていうしな。そっか。っていうかお兄ちゃん、コーヒーと甘いものって魔漢じゃないよね。違うよね。まさかってなんだ。まさかって何？魔漢嫌なの？嫌じゃないけど、嫌な時の返事の仕方なんだよな。ま、何かしら用意するからコーヒー飲んで待ってろ。ミルク多めでいいよな。俺がいい。了解。お一人様ですか？うん、はい。あんな、もしかして北谷くんじゃね？チェス、なになに？北谷くんもこれからランチ？がっつり系ならやっぱりここっしょ。もしかして誰かと待ち合わせ的な？そんなんじゃねえよ。まあ満席みたいだし帰るわ。よかったら一緒にどうかな？およ。
話もあるしさ。いいだろ、トベ。まあ俺は隼人君がいいならオッケー牧場だべ。やっぱり君もそう思うんだな。え、マジ？隼人君も引谷君と同じ意見なわけ？まあそんなところだな。逆に？むしろ逆にそこがワンチャン的な。なんかいける気がしてきたわ。さすが隼人君だわ。していけばいいのに。いや、ちょっと用事があるんだよ。そうか、なら呼び止めて悪かった。お兄ちゃんおはよう。朝ごはんできてるから早く食べてね。いつもすまないね。それは言わない約束でしょ。いいから早く起きる。さっさと準備。お兄ちゃん病気かも。はいはい、お兄ちゃん
も病気。今度は何？ホームシック？五月病？新型うつかな。新入社員みたいなこと言ってないで、さっさとご飯食べちゃってね。小町まで遅刻しちゃうよ。すまん、急ぐわ。ごちそうさん。はい、お粗末様でした。新年早々、学校での第一声がため息か、引きがや。あ。おはよう。おはようございます。君はもう少し覇気のある挨拶はできんのか。それだけでも十分印象は変わるものだぞ。俺は自分を飾らない男なんですよ。飾らないことと無頓着なことは別物だよ。好かれようとしなくてもいいが、むやみやたらに心象を悪くすることもないだろう。なるほど、うまくやるってやつですね。その通り。分かったら遅刻しないように急ぎたまえ。遅刻は印象悪いぞ。はい、急ぎます。まあ、世話しない方がいろいろ考えなくて済むか。女子少ないしな。ねえ、マジ悩む。みんなどっち選ぶのかな。ほんとそれ、 J 組だったら悩む必要ないんだけど。ねえ、聞いた？ J 組のさ。あ、会ってたって話でしょ。それほんと？マジマジ、千葉で一緒にいるとこ見た人がいて。うっす、何それ、楽しそう。普通に葉山くんと付き合ってるっぽいよね。そういえば前にもさ。
どうすんの？私は多分文系かな。そっか。エビナは？私も文系。ユミコはどうすんの？私はまだ考えてる。トベ、あんたは？まあ進路か。いや俺はまだ決めてねえけど、暗記苦手だかんな。もしかすっと理系にするかも。はあ？うわ意外。だってしょうがなかんべ、英単語とか覚えんの無理ゲーっしょ。みんなはどっち系よ？私とひなは多分文系で、ユミコは考え中。マジか、俺も文系にすっかな。でも理系の方が就職有利だって言うよね。理系いいと思うけど。元素記号で掛け算とかできるよ。なるほど、それあるわ。うん、あるある。俺は一応決めてるけど、もう少し考えるよ。やっぱり葉山くんが雪の下さんと付き合ってるって本当なのかな。無責任なことを。ああそうだわ、あれだわ。ヘイト君さ、進路決めたら教えてくんね。これもどっちがいいとかわかんねえわ。俺のを聞いてどうするんだよ。自分のことなんだから真剣に考えないと後悔するぞ。じゃあね、考えるべ。いやでも相談とか乗ってほしい的な。とりあえずトイレ行くしかないでしょう。トイレくらい一人で行けよ。いやいや、相談と作戦会議はトイレ。これマジ合コン必勝法だから。そういうのは実際に勝ってから行ってくれ。俺合コン行ったことなかったわ。俺らと一緒に文系にしようぜ。理系は大学で単位取るのがきついっしょ。そうそう、文系なら大学も余裕だし超遊べるぜ。学生の時しか遊べないんだし、先のことちゃんと考えねえと。だよな、俺も大学入ったら彼女欲しいしな。いやお前じゃ無理だべ。合格も彼女も無理無理。やっぱ葉山みたいなやつじゃねえと。葉山か、葉山な。あの噂マジなら本当羨ましいよな。
ヶ谷、少しいいか。なんだ、例の噂話のことか。いや、それもあるが、噂の件、雪の下さんにも迷惑をかけているかもしれない。悪いけど、謝っておいてくれないか。別にお前が悪いわけじゃないだろう。君らしい公平さだな。いや、公平ってわけじゃない。お前のせいじゃないし、迷惑してんのはどっちもなんだろうし。まったく君らしいな。けど、雪の下さんは俺より困ってるんじゃないかと思ったから、ちょっとな。まあ、一応伝えとく。じゃあ。